皆様ようこそいらっしゃいました。海峡プロジェクトの谷瀬と申します。ちょっと明るいところになったりして、今日の催しはパンフレットやリーフレットにも書かせていただいたんですけれども、先日熊本で震災がございまして、そこの震災のですね、つい1ヶ月半ぐらい前、2月にですね、熊本の文芸誌アルテリっていうのが創刊されたんです。でそのアルテリをめぐって私たちも文学の仲間たちが新しい文芸雑誌を出していくんだっていうところで、気持ちが寄せられてたところ、その編集部である大々書店が大きく被災して、結局お店は続けられなくなりまして、今、つい先日新しいところへ移って営業を再開いたしました。今日の後ろの方にですね、そのアルテリの2号、それから本日の原稿にさせていただいたあやとりの木、それから石村さんの、句集になるんですかね、はい、貴重な本も展示しておりますので、お手に取ってもらって大丈夫です。またパンフレットの方に案内を書きましたが、アルテリをご購入が北九州では魚町の夏目書店というところでできますので、もし読んでみたいと思われたら、ぜひ夏目書店さんに行かれてください。私が熊本に入ったの震災はちょうど1ヶ月ゴールデンウィークの頃でした。でその時に黒田清太郎さんと現地の話をしていて、門司港で黒田さんのアトリエが門司駅前にある、門司港駅前にあるんですけど、でそこで黒田さんが君は近々行くのかというので行きますと言うと、絵をたくさん託してくれて、でこれを大々書店に持って行って売っ払ってお金にしてくれっていうふうに託されて持って行きました。それがアルテリの2号の表紙にも使われている黒田清太郎さんの絵になります。門司港で黒田さんとそれから熊本の大々書店のこうご縁っていうのの中に私もちょっと触れさせていただいて、今回よし石村さんのあやとりの木をやろうというふうに、思い立ちました。本当は長い本なんです。後ろに置いてますけど、こんな分厚い本なので、今日は本当にご紹介ということでエッセンスをお届けしたいんですが、福山太郎さんにも入っていただいて、生の音と生の声で、この石村道子の言葉を、お届けしたいと思っております。それではよろしくお願いいたします。石村道子作「あやとりの木」。
しい雪の中にそんな大きな雪の風呂がかかっているのはとても不思議でした。カッ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 、蹄の音がだんだん近づいてきます。誰も見えないうろ道の中にミッチンは一人で立っていました。首を垂れた馬がやってきます。長いたてがみをゆっくり振りながら舞い散る雪でできたうろ道の中を柔らかい足取りで馬が近づいてきます。ミッチンは深い深い息をしました。雪は体の中にも降っていて息の中の一番熱いところに溶け入る感じでした。手綱を握っているじいさまの足は一本しかありません。先祖呼んだとミッチンは思いました。馬車は良い香りを漂わせながらゆっくりと行ってしまいました。よーいみっちん、よーいどけおるかにゃ。その時低いしわぶきの声がしました。めくらのおもかさまがミッチンを探しているのです。馬が去っていった方に山々が暮れかかっていました。よーいミッチン、よーいどけおるかにゃ。めくらのおもかさま、ミッチンのババさまが彼方に灯る明かりを探すように手を差し伸べながらそろそろと足探りしてきます。ミッチンとめくら様は一緒になって小さな声でウッフウッフと語らいました。ミッチンは馬場様の心の内側にかがんでその声を聞き、同時に者たちの気配を感じていました。この時石切りたちが仕事を辞めている遠い岩山の小屋の石を割る大きな重い玄能や石の宮、キジイロウサギや裸になったどんぐりのキアラが一斉に粉雪の舞う空に向かって自分の物語をささやき交わし始めたのです。地蔵様は動かぬ型のまま、杉の梢は夕暮れの静寂を吸い込んで呼吸を整えました。世界は物語と音楽に満ち、それはミッチンが初めて聞いた者たちのにぎわいの時間でした。雪の夜がめったにないほど静かなのは、まったくこんなにぎわいが隠されているからです。
世界は眠りの国に入ったように、それはそれは静かでした。大雪が降った夜さりというのは何と言ったらよいか、物たちにそれぞれくっついている音の精たちも全部眠り込んでしまうのでした。雪が降らぬ間の働き時間を何年間も体に溜めているものですから、その溜まっている働き分だけ眠るようになっているのです。北の方の国のことは分かりませんけれど、こちら南の国では物たちにはあの音の精が必ずくっついていて、音の精のご先祖様は元はといえば大昔の阿蘇山や霧島山やあの桜島の大噴火のようなものでした。もちろん最初海の中から島々が生まれてくるときに、お日様の光の影と一緒になって世界に散らばり、それぞれ者たちに宿ったのです。走り去る小さな谷川の水にも、山々をそよがせる風の中にも、動かないように見える沼の面にも、のっぱらの石地蔵様の欠けたお耳のあたりにも、それたちが働いておりました。女の子が爪を染めるあの飛びしゃごの花の下などに耳をつけて聞いていると、光の影がどのように目まぐるしく動いていることか、そのような光と音が別れない前の精霊たちのご先祖様から別れ出た者たちは、こんな草の花陰にも行ってシャララというような音を持っているのです。そういう者たちが13年だか14年だかに一度くらい大雪が降ると、その大雪の晩だけ13、4年分も眠るものですから、目倉様がと優しく小さな咳をしたのに、山々の小玉さえもみんなもうすっかり深い眠りに入っていて、一番遠い尻山のてっぺんの雪だけが答えたのでした。サリ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 と雪はこぼれながら答えました。するとそれにつれて、どんぐりの木の枝に眠っていたどんぐり帽子も一緒に落っこったのです。帽子というか船というか、去年の秋に実を落として空っぽになっている、そんな帽子型の船がよく見ればいくつもいくつも柔らかい雪をかぶって木の根元に座っているのでした。馬場様の独り言によると、地上の者たちがことごとく眠っているこの夜更けに、沖の方で今無数の猫貝たちが矢移りを始めているというのでした。猫貝というのはあのカタツムリよりもちょっと垢抜けているちっちゃな貝で、猫がおはじきをして遊ぶのにちょうどよいようなかわいらしい貝なのです。
山の者たちと海の者たちが雪の降り静まったこのよさりに入れ替わろうとしているのでした。山々を包んでいる雪はこの薄い銀色の波になって重なり、その波の間から貝たちの集団がちぎれ雲の渦になって浮きました。白いホタテ貝たちも、夢の形のような青い貝も、ちっちゃな象牙の形の角貝も、次々にあの大森林の間を浮き上がっては流れてゆきました。そんな貝たちの間を大きな鳥のようなエイの色が長い尻尾をひらひら振りながら飛んでゆきます。空は海のようでもあり、海はもう空のようでもありました。そのように大きく流れ変わる景色に促され、青みどろの世界の中で昔と今がいつの間にか入れ替わり始めていました。魚や木々や貝たちはこのような船底の時間と夢に抱かれたまんま、あの不思議な化石になったりするのでしょうか。白い雲が出て、時々広がる青い空に向かって、きれいに編まれた雲の巣がかかっていました。ミッチンは山桃の木の枝に登って、
そんな雲の巣の向こうに見え隠れして揺れる身を摘み取ろうとしているのでした。ここはうさぎが花のほぼ中腹あたりで、下の方に松林があり、風で木々が揺れるたびに火葬場が見えました。火葬場の前からは広い砂浜が広がっています。足をぶらぶらさせながら風に吹かれ、海と空を眺めているのは何とも言えず良い気持ちでした。茂みの下の方で火葬場の音棒の岩殿の声がしました。岩殿はいつも一人でカッキンカッキンと死人さんを焼く焚き火を割っていて、めったなことには人と話なんかしないのです。いやいや、人と話をしないというよりも誰もめったに心当たりには近づかないのでした。その頃火葬場に連れてこられる死人さんはついてくるお供の人も少なくて、とても寂しいお葬式でしたけれど、ついてきた人たちが帰ってしまうと、岩殿は死人さんを乗せたかまどの具合をよく調べてから滝口を閉め、それからどうかした日にはもう一遍開けて、そこらの草花などを摘んで仏様の上に乗せ、しばらく拝んでからかまどに火をつけるのです。岩殿が特別に草花を摘んでかまどの上に乗せる死人さんは子供の死人さんかもしれないとみっちんは思うのでした。いのこせっちゃんがな、赤子抱えとったぞ。その声に岩殿は立ち止まりました。もうたまがった、拾わんやんか。今日はよか天気じゃな。ヒロムアイアンはもう確か30くらいになっているはずですけれど、いつもあちこち破れたツンツルテンの着物を着ていました。体が大きすぎて普通の着物を着たにしても半分くらいまでしかないのです。履いている草履といえばいつももう古くなっていて、かかとが出ていました。察するところ、ヒロムアイアンは人が捨てたのをいただいて履いているのでした。そんな足で、のし、のしと山道や海辺を歩いているヒロムアイアンは、人々が大将と呼ぶくらいおっとりとしておりました。誰に会っても声をかけて先に挨拶するのはいつもヒロムアイアンの方でした。相手が猫であろうと牛であろうとカニであろうと赤ん坊であろうと、ヒロムアイアンのおっとりした挨拶を受けないものはありません。人々はヒロムアイアンから挨拶されることで生きていることを証明してもらう塩梅になっているのでした。そのヒロムアイアンが登った枝からメリメリとシーンと茶会ながらも掴んだカラスウリを、いのこせっちゃんにと岩殿に託するところにみっちんはおりました。いのこせっちゃんのことはみっちんもここらの子供たちもよく知っていました。大人たちより子供たちの方がいのこせっちゃんのことをよく知っているのかもしれません。年はもういくつになっているのか、着ている着物もいつ誰にもらったものやら、身丈より長すぎる灰色がかったのや赤色やらのボロボロのを何枚も重ねてきて、背中を丸めながら歩いている格好を後ろから見ればおばあさんのようでもありますけれど、犬の子を2、3匹いつも懐にもこもこと入れて首をかしげてゆく様はお腹の大きな人のようでもありましたけれども、顔だけ見れば赤にまみれて色が黒いのですけれど、頬のあたりがふっくらとしていて20だか30くらいにも見えるのです。
ちはせっちゃんの姿を見かけると犬の子と遊んでもらいたさに家に走って帰り食べ物を持ってくるのでした。せっちゃんは晩にはどこに泊まらすと？岩殿と一緒に広間庵から預かったカラスウリを届けの道中にみっちんは聞きました。仮装は、小屋に泊まることがあるぞ。みっちんは実に思いがけないことを聞いたと思いました。あそこはぬくか県の死人さんも一緒に？死人さん焼くときはぬくか県の犬の子も一緒？犬の子たちも一緒じゃ。花も持ってきてくだいます？いつも死人さんに花持ってきてくだいます。死人さんの喜ばる？おお、死人さんだけじゃなしにわしまで喜びじゃとも。山の神様にお供えをして歩き歩き、岩殿とみっちんはやがて龍神様のそばの海岸に来ました。そこでおにゃーおにゃーと泣く子をあやすせっちゃんに会ったのでした。こりゃおことじゃ、人間の赤子ぞ、わっしゃまた犬の子の赤子じゃと思っとったぞ。岩殿じい様は本当に困り果てたような顔になりました。せっちゃんはちょっと用心するようにじい様を見て、それからみっちんを見ました。そして珍しく自分の方から挨拶をよこしたのです。今日は内仏な、じいやん。内仏っちゅうて、そのじい様は言葉がつっかえると見えてうまく言えません。みっちんが代わって申しました。広間兄がな、赤ちゃんに土産を預けてやんなった。おお、そうそうじゃ、ひょうもがことつけてやったぞ。おほれ、じいさまはおぞずカラスウリの玉を差し出しました。せっちゃんはとても真面目そうにしてそれを受け取りながらこう言いました。いつもいつも上々な。なんのなんの。じいさまはつい釣り込まれてそう答えましたけれども、慌てて付け加えました。わしの土産じゃ、なんか広間庵やの土産じゃ。ああ、広間庵や。せっちゃんはちょっと考える風でしたが、庵主は達者じゃろかいなと言ったのです。みっちんはこんなにすらすらと物を言うせっちゃんを初めて見ました。まあ、よかカラスウリじゃこと。なあ、カラスウリじゃと。せっちゃんは何でもかんでも赤ちゃんに言い聞かせをしています。懐の赤ちゃんはその時またまずかり始めました。おお、よしよし、泣くなや。せっちゃんはいそいそと嬉しいお母さんみたいでした。お前、のんきそうにしとるかの、その、父はよう出るかい？あんまり出らんで、よう泣くよ。あれ、そりゃいいか。そしてお前、どこに今泊まってるかい？どこにちゅうて、ここの龍神様の木にお世話になっとる。それで、食い物はどうしとる？食い物が…せっちゃんはしばらく黙っておりました。このムクがな、どこからかもろうてきてくれよる。はあ、このムク犬がかい。じいさまはムク犬が藪の前に座ってせっちゃんと赤子を見守り、尻尾で岩を撫でているのを眺めました。お、これをお前が火葬場に来よったか。
ところ連れとったあの子犬かい。そうじゃろな、妖怪犬になったの。みんな妖怪犬じゃと言うてくださるな。そしてお前どこでその赤子を産んだかい。はい、ここの龍神さんに助けてもろて。一人でか。このムックが龍神さんと加勢してくれて。はあ、はあ、じい様もみっちんも報いを眺めました。龍神様の木の根は大きな岩をいくつもいくつも抱いていて、潮が満ちてくれば半分は海の中に浸かりますけれども、その上の方は人が3、4人は入れそうなうろになっているのでした。龍神様を祀ってあるので、普段はこの前馬の萩丸の病気を癒してもらいに先祖やんと岩殿とでやってきたように、特別のお願い事のあるものが来るほか、めったに人の来ないところなのでした。そういうところなので、少し神様になりかけているようなヒロムアンヤンとかインノコセッチャンなどが来るところかもしれません。龍神様がな、産ませてくだい申したかい。しかしそりゃ難儀じゃったろう。はい、難儀じゃったよ。ふいにしんとした声でせっちゃんが言いました。どりゃどりゃ、赤子に剣山じゃ。じい様は近寄って目を細めました。美女か。女の子じゃの。はい、美女かろう。女の子じゃもん。せっちゃんは赤子を褒めてもらってとても嬉しそうです。美女かとは、それはそれは可愛らしいという言葉なのです。みっちんも覗いてみたいのですけれど、ムクに叱られそうでもじもじしています。せっちゃんにそれが分かったと見え、ムクに言い聞かせました。ムク、ムク、じいやの連れてこいられた子じゃ、ほゆるなよ。せっちゃんは赤ちゃんも抱いたまんま自分からみっちんの方に向き直りました。ぷーんと鼻先に強いお乳の匂いがしました。ほらな、あねしゃんぞ、大きゅうなって遊んでもらうかい。ほら、あねしゃん、長女な。せっちゃんはそう言いながら赤ちゃんを懐から取り出してみせました。あねしゃん。せっちゃんからあねしゃんと言われるとは思ってもいなかったのです。髪の毛とまつげの黒い赤ちゃんが目の前でにっこりしたので、みっちんはとてもまぶしい気がして、そっと赤ちゃんの握りしめている手に触ってみました。背中でじいさまが言っています。名はつけたかい。ひなぎくじゃ。ほう、ひなぎくの、よかなじゃ。龍神さまがな、そうつけろと言われた。ほう、龍神様がの、通りでよかなじゃ。波が打ち寄せ始めていました。沖の方は心なしかさっきより明るくなっています。風邪ひくなや。はい、寒うなったら死人さんのかまどに当たらせてくだいませな。ああ、よかとも、よかとも。ムクが立ち上がってわっと吠えました。挨拶しているのです。さてと、ご無礼衆かの。じいさまはそう言ってみっちんを促しました。私は寂しかがな。せっちゃんが赤ちゃんを抱いたまま立ち上がりました。今日も裸足でした。じいさまを振り返りながら、寂しくなればいつでも火葬場に行けやと言いました。ヒロムアンヤンによろしゅうな。おお、会えばな。
んは赤子を抱えたまんま鏡込んで、足元に咲いている彼岸花を一本折り取って差し出しました。ほれ、死人さんのお花に。ああ、いつもありがとうよ。お前ばっかりじゃのう、死人さんに花あげてくれるのは。みっちんが走ってそれをもらいに来ました。死人さんによろしゅうな。ああ、頂上じゃの。みっちんが振り返ってみると、風の闇間の透き通った空に大きな大きな龍神様の木が影絵のように枝を張り、その下にボロボロの着物の懐に赤ちゃんを包んで抱いたせっちゃんが立っていました。せっちゃんの足元に彼岸花が燃え立つように広がっていて、ムクが座っているのが見えました。私は寂しかがな。細い声がまた届いてきました。おお、いつでも来いや。死人さんのかまどは暖かけんの。爺様はみっちんの手を引きながら振り返って言いました。西の方の空が灰色になって、分厚い雲が重なったり入れ替わったりするのが遠い轟きのように伝わってくる日が続きます。夕方近くになると、そんな雲の厚い沖に黒い風の足が一筋立って、海の上を一気に広がりながら渡ってくるのが見えるのでした。西明けどの場合、何かをじっと待っているように白髪を傾けていた御家様がつぶやきます。やぶくらの中にかがんでいる御家様を見つけ出すことができて本当によかったと思って、みっちんは息をつきました。御家様は魂がいつも遠いところに抜け出して行ってしまうので、こうやってあちこち探しに来るのがみっちんの役目なのでした。西上殿の風が去ってしまうと、やぶくらの中はよく乾いた落ち葉がふわふわ積んでいて、とても暖かいのでした。御家様がまた軽い咳払いをしてみっちんにささやきました。神長万馬がな、西上殿に乗ってやってきおらるばい。御家様は神の方から先になって飛んでくる神長万馬の話をしてくれます。その度、みっちんはマンバが今どこでどんな様子か尋ねるのでした。その日は空の上に染み通っていくような、それはそれは澄んだ声が聞こえたのです。
様、誰の声じゃった？セコンターマの声じゃった。セコンターマ？セコンターマじゃ。セコンターマち、なん？この世に降りきらん魂じゃ。なして？なしてちゅうて、恥ずかしかも。おもか様は小さい声でそう言うと、自分も急に恥ずかしくなったものと見え、ところどころ破れている着物の襟をかき合わせ、白髪のほつれかかった頬を片袖で覆うような仕草をしました。それからミッチンの耳元にこう言いました。あのな、姿は持たんと、魂だけ。魂だけ？恥ずかしくて姿を持つことができずに、魂だけでいるとは、まあ恥ずかしがり屋のセコンターマでしょうか。それであんなに美しい声をして、ミッチンは目をつむったまま、そっと自分の顔を撫でてみました。眉がある、細い目がついている、小さな鼻がついている、口もついている、へんてこな気がしました。ちゃんと顔があるなんて、胸があって手足がついていて、おまけに藁の草履まで履いています。短いながら着物も着ているし、これでは魂どころか自分の姿は丸見えです。まるでちっとも恥ずかしくなんかないみたいです。いろいろと恥ずかしい時があって、自分の心や体をあちこち消してしまいたいことがたくさんあるというのに。その時また幻の雪の山からあの声が聞こえました。切ない時間の中に入り込んでしまった気がしました。行きたい行きたい、セコンターマのところへ行きたい。そう思うと身も細るような気がします。なりたいなりたい、セコンターマになりたい、どうしてもなりたい。けれども姿を持たないセコンターマのように、魂だけになってあんなに美しい声で歌えるなんてことはとても難しい。何しろそうなるにはもっともっと切ない目に遭わなければならないのではないか。
インノコセッチャンのようになるとか、ヒロムアイアンやメクラのオモカ様のようになるとか、そういう人間たちに全部なってしまわなければ、とてものことにセコンターマになれるとは考えられません。一番大将らしい子が持ってた棒切れを振り回しました。子犬の悲鳴が上がりました。せっちゃんが握っていた両手を差し伸ばして飛び出そうとして泥雪の中につんのめってしまったのと、ミッチンが今まで出したようなこともない叫び声を上げて飛び込んだのとはおそらく一緒でした。気がついたらミッチンはせっちゃんと町の男の子たちの間に割って入る形になって子犬を抱き上げ突っ立っていました。抱き方が悪くて泥に濡れた子犬の手足がミッチンの胸を引っかきました。子犬の体は熱くてよっぽど痛いと見え、クエンクエンというように泣きながら震えが止まりません。うめくような振り絞るような小さな鳴き声が足元にへたばっているせっちゃんの口から漏れてきます。あいたあいた、びちょびちょの雪泥をつかみながらカカさんと泣くのです。かねがね村の子たちが、なあせっちゃんのカカさんはどこの人と尋ねれば、ふっと悲しい顔になっている答えはいつも同じでした。カカさんは知らんと、トトさんも知らんと。子供たちは悪いことを聞いたといつも思うのでした。せっちゃんは捨て子だったのだろうか。ミッチーもそんなふうに思ったりするのでした。どんなカカさんだか知らないというのに、今泥雪の地面に濡れ伏して泣いているせっちゃんのカカさんはどういうわけでせっちゃんを捨てたのでしょうか。そのカカさんもひょっとして
遠の昔にせっちゃんのような暮らしをして死んでしまったのかもしれません。みっちんは赤い小さな火の玉みたいになって飛び出しました。自分より大きい男の子たちをちっとも怖いとは思いませんでした。神さんの罰が当たるぞ、そう叫んだのです。おう、メタンコンくせえ、物言うな。子分のようなのがあざけって笑いました。子犬を抱いたままミッチンは大将らしいのから順々に男の子たちの目をピタッと見上げ、一人一人指さしました。罰の当たる、神さんの罰の。ガキ大将たちは棒のやりどころがない顔になり、もの言うな。お、捨て台詞にしてペッと唾を吐き言ってしまいました。あんまり哀れな姿になってしまった犬の子せっちゃんを見て気がとがめたのかもしれません。せっちゃんは腰でも打ったのか、長い間起き上がれない様子でしたが、のろのろと這い寄るようにミッチーに近づくと子犬を抱き取りました。ありがとうね。セコンターマのところに行きたい、魂だけになりたい、そう思いながら時間の赤い帯に乗っているミッチンの頭の中をこのような景色が通り過ぎました。かかさんが知らんと、トトさんも知らんと。せっちゃんの声は追ってくるように聞こえました。優しい風が吹いていました。河原はこの前まで枯れ色をしていたのに柔らかい緑に覆われていました。膨らんでくるような水の尾に陽炎が漂っています。お腹の底まできれいになるような春の匂いの中でミッチンは初めて外に出たカエルの子のような気持ちで今年できたやぶくらを見つけて入っていました。岸辺の水は新しい匂いを立て傘を増しています。目の前の流れの中で誰かが馬を洗っています。私の先祖屋でした。馬はハギマロです。光の中に揺れている顔もスルスルと風が吹き渡ってきてハギマロの長いたてがみと尻尾が空に向かって吹き散りました。ミッチンは心の中でその時叫びました。よう天の前
先祖やんより灰丸の方が位が良いのかもしれん。みっちんはふとそう思いました。灰丸は今からどこに行くと？先祖やんが水の雫のキラキラする指を上げて指し示しました。あっちの方じゃ。それは川の上流の方でした。やっぱり。みっちんは胸がズクズクするのを思いました。川という不思議なものは一体どういうふうに始まっているのか、とても柔らかい命の始まるところへ連れて行かれそうな気がしたからです。はぎまろと行こうごたる。みっちんはやぶくらから出ると草履を履いたまんま水の中にジャブジャブ入って行きました。雨から川ができる時の喜びをみっちんもよく知っていました。それはあの春一番と言われる雷様が持ってきてくれるのでした。打ち続いた寒風が収まったある朝、遠くに隔たっていたようなひいさまの光が柔らかいなあと思うと、地時間で氷に根を縛られていた畑の麦が黄緑色に伸びてきれいに並んで一斉にそよいでいる日があるのでした。そのような日々が来た明け方に、空がずっしーんと引き裂けるような雷の音がして、わり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 、その音は四方の空の隅々にまで響き渡ってゆくのです。そういう朝、みっちんは枕の下に新しい水の音を聞きつけて羽を切るのでした。走り下る水の勢いに追いつこうとして小さな流れに飛び込む。鳥たちや魚と一緒になって体中水羽だらけになってはしゃぎ回るのです。ひいさまの沈ます闇夜の向こうに行くものは美しか位を持っとる。さっき萩丸の上に明るくて寂しい光が降りてきた時、みっちんは御家様の言葉を思い出したのでした。それでどういうものか萩丸のいる川の中へ入って行きたくなったのでした。草履を両方とも川の水にあげたのはもうずっと大昔の生まれない先ぐらいから水に呼ばれているせいかもしれません。水蓮の葉っぱの露の玉や小川の岸の草の葉先で今にもこぼれ落ちそうになっている露の玉を見かけると息が止まるかと思うほど胸がドキッとすることがありました。生まれない先の私かもしれんと思ってしまうからです。生まれない先の自分、ああなんとその自分に会いたいことか。みっちんが水とか露とかを見て魂がとろとろなるのはそういうわけなのです。